頂に立つのは。さあ、ゲートが開いた。各馬娘、綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気、2番コパノリッキー。花を奪っていったのは5番コパノリッキー。さあ、1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。先頭はトランジェンド、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは5番コパノリッキー。2番コパノリッキー、上がっていきます。トランジェンド快調に飛ばしていきます。前から大きく開きました。隊列は縦長になっています。各自自分のペースを保っているようですね。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ20馬身。トランセンドまだリードをキープしています。続いて5番コパノリッキー、その後ろに2番コパノリッキー、4番コッコータルマ。外から行く。地元のビーチがやっぱり一番。8番コパノリッキー、ここは第3コーナー桶狭間ポイント。その外並んで7番北方タルマ、内の方からアグネスデジタル、大きく離れてナイスネイチャー、その後グラスワンダー。流れは整った。まもなく第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。この直線で勝負が決まるぞ。じりじり詰める。4番コッコータルマエ、4番コッコータルマエ、ここで抜け出した。4着を切りました。最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのは4番コッコータルマエ。先頭は2人の一騎打ち。2着を通過。4番コッコータルマエ、足色は衰えない。4番コッコータルマエ、譲らないか。2人が並んでゴールイン。4番コッコータルマエ、体勢有利か。勝ったのは4番北高たる前。この大舞台を見事勝利し、ダート王者の座を手にしました。2着は2番コパノリッキー、3着に入ったのは8番コパノリッキー。海の幸